月ぐらいでもいいんですけど、少し高さが出すことありますので、はい、この場合は差が乗せていきますので。いかがですか？あ、大丈夫です。大丈夫ですね。はい。はい。大丈夫です。はい。はい。あ、はい。わかりました。はい。はい。みんないるのかね。おーい、そこにおるんかい。そこにおるんかよ。めっちゃ怖い。今帰ってきたんじゃ。ぴったりじゃな。いや。そうかそうか。ご飯は？うん、お腹は？減ってるで。減ってる？減ってるよ。こいつ怖くね。ちょっと待って。これも昨日の誰これ、誰だよ、食べてんの、これ食べ残しだし、誰食べ残してんの、ネギも投げっぱなし。ちょっと待って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 、うん、あ、お前踏んだんじゃない、踏んでないよ。なんでここに運が、これ次男さんの役目ですよ。次男さん、次男さん、俺はちゃんとやってるで。確かに意外と運口ね、お尻勝ちもないと思います。乾燥してるよ。なんかやっぱさ、砂にしてからなんか良くなったと思わない？少し。え、ね、ヒゲ剃り壊れてるよね。ヒゲ剃り、
あ、入ってやがる誰か。ちくしょ、折れそう。え？あ、そうやね。ご飯ご飯いや、いや、服反対やん。どこだったこれ、裏返しやん。どこだったこれ、これだけ。やっぱこの家は箸がなくなっていくね。なんでかね、本当にどんどんなくなっていく。え、マジでないじゃん。お兄ちゃんの部屋は箸ないってましてください。いただきます。いただきまーす。ゴーヤめっちゃ久しぶりに食う気がする。それな。どう？普通に小学校の教室ぶりぐらい。小学校の教室ぶりぐらい。小学校の教室ぶりぐらい。教室？小学校の教室だ。ああ。うん、苦い。給食ぶり。苦い。ゴーヤって感じするわ。うん。今日はこれだ。うん。諦めの。ゴーヤって感じがしていいわ。うん。うん。実は苦いの好きだ。なんでさ、こんな苦いの食ってんだろうね。確かに。でもなんか大人になるとやっぱり苦いものが美味しくなってくるよ。ゴーヤチャンプルって日本の料理？沖縄や。沖縄か。じゃあ日本や。うん。体育祭終わったじゃん。あ、そうだ。え、な、体育祭手つないだの？うん、つないでない。つないでない。コロナやってん。あ、そうか。ダメだ。ああ、僕らね。ベアダンな。ベアダンス。だいぶ古かったよ。時代出てる、時代出てる。俺の。ファンたちは変わんないから。あ、手つながなかったんだ。まあ、だろうね。時代が時代だ。そういうことか。なんか繋いだのかと思ってた。今さ、コロナじゃん。うん、テレビで、校庭映されるからさ。へぇ、うん、校長先生がさ、校庭にいて、カメラがあるの。撮影をしてる先生がいるの。いや、固定カメラがある。へぇ4つとか。あ、面白いね。で、だんだん変わってって、カメラが。もうテレビじゃん。番組だね。そうそうそう。食べて。何を？手伝って。応援して。頑張れー。あとで食べたら、どうせなんか後からさ、お腹すいたとか言うんだから。ゴーヤが苦手。そうなんだ。俺もうガキって言われてもいい。もういい。ゴーヤが苦手。あ、そうだった。ゴーヤが苦手。あ、そうだった。うん。
やっぱね、年取るとね、バグってくるんだ、いろんなものが。いや、バグってる、バグってる。目も頭も。あ、バグってる。うん、ほんとそう思う。頭も、バグってる。いや、ほんと今日だっていたもん、おじいちゃん空歩いてた。空歩いてた。あんたお前がバグってるんだよ。めちゃくちゃセンター分けやな。俺の方がセンター分けだよ。このふさふさを見ろ。え、ちょ、恥さらさない。どうせ後でモザイクかけて面白いとか思ってんだろ。どうせ後でモザイクかけて面白いとか思ってんだろ。死んだつきるわ。バカ。来校行けばお前来校だぞ、からは。はい、はい、手をしてください。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。噛むじゃなくて引っかかれた。引っかかれてくるね。